用意していただくものはこういったガラスの、器を好きなものでいいかなと思います。で、割り箸とちょっと長めのスプーンがあると作りやすいかなと思います。あと、今日用意している多肉植物なんですけど、これもお好きなものでいいので、高さのあるものだったりとか、ちょっと色のついてるもの、ちょっと横に張ってるようなものとかっていう、いろいろいろな方向に伸びてるものがあると、より素敵なものになるかなと思います。あとは、今日フィギュアを使っていくんですけど、テラリウム自体はこの中に世界観を、ちょっとお好きな世界観を作っていただくものなので、例えば、ご自身で拾ってこられた松ぼっくりとか貝殻だとか、あとはビー玉、これはちょっとワインのコルクなんですけれど、こういったものでもお好きなもので飾っていただいたらいいかなと思います。で、今日使っていく土は、一度高温で焼成って言って焼いているものなので、無菌状態で使っていただけるものになります。なので、食卓なんかに飾っていただいてもいいかなと思います。最初にだいたい2センチぐらいのところまで土を入れておいてください。で、一番メインになるものから入れていくので、今日でいくとこの子が一番メインになってくる多肉植物になります。で、根っこをちょっとまずほぐしてあげて、余分な土を少し落としてあげてください。こんな感じです。割り箸と一緒にこの中をちょっとこうスペースを開けながら、ね、ちょっとほじるような感じですかね。穴を掘るような感じで固定をしていきます。で、この時ちょっとこうやってバランスが悪くなるとこけたりするんですけど、後からまた土が入っていくので、最初はそんなに気にせずに入れていってもらって大丈夫です。ちょっと色が気になるものなんかがあれば、最初に取り除いておいてあげるといいかなと思います。こんな感じですね。器から少し出るっていうのは全然いいので、気にせずに植え込んでいってください。あとは、サブのものを、お好きなだけ入れていくっていうような感じで、たくさん入れるテラリウムも素敵なんですけど、どこかに空間を残してあげるっていうのもポイントなので、ぎゅうぎゅうにするよりはどこかに一つ土の空間を作ってあげるような、イメージで植え込んでいってもらうと、より素敵なものが仕上がるんじゃないかと思います。で、高さがあるものが入ってるので、ちょっとこう低めのものっていうのを入れてもらう方がバランスを取りやすく作っていただけるかな。で、途中で根っこが切れてしまっても、またここから根っこが出てくるので、気にせず植えてもらっても大丈夫です。で、今一応全部入りました。で、少しだけ手前の方にスペースを残してます。で、このままだとこの土ともともとある土の色がちょっと境目ができているので、新しくスプーンでですね、ちょっとずつ土を入れてあげます。こんな感じです。で、土最終的にはガラスの3分の1ぐらいで終わってる方が綺麗です。ここに空間がある方がより世界観が表現しやすいので、あまり入れすぎるとちょっと圧迫感があるようなテラリウムになってしまうので、ちょっとこの土の部分の割合っていうのは覚えておいていただくといいかなと思います。あとは、空いたところに最後フィギュアを入れれば終わりなので、お好きなものを入れていただければいいかなと思います。この時も難しければお箸とかスプーンだったりとかっていうのを使ってください。